シャポシニコフ・エフゲニー・イワノビチ・シャポシニコフはソビエト連邦及びロシアの軍人、政治家。ソビエト連邦最後の国防省。航空元帥。ロストフ州に生まれる。父のイワン・シャポシニコフはソ連陸軍軍曹で独組戦に出征し、戦争終結の一週間前に戦死している。1959年ソ連軍に入隊。 1963年ソ連共産党入党。1963年ハリコフ高等航空、飛行学校卒業。1969年ガガーリン、名称空軍アカデミー卒業。1984年ソ連軍参謀大学卒業。1985年オデッサ軍管区、空軍司令官。1987年東ドイツ中流ソ連軍、空軍司令官。 1988年ソ連空軍第一副総司令官1990年7月ソ連空軍総司令官兼国防次官ソ連共産党中央委員1991年8月のクーデターでは国家非常事態委員会のメンバーとしてクーデターに関与したドミトリー・アゾフ国防相ソ連法原水から出動を命令されるが 空挺軍のパーベルグラチョフ総司令官と相談の上、上官であるヤゾフ国防相に公命する。クーデター失敗後、ミハイル・ゴールバチョフ大統領によって国防相に任命され、航空減衰に昇進したが、ソ連共産党を離党した。参謀総長には、ウラジーミル・ロボフ上級大将が任命され、シャポシニコフイコール・ロボフのコンビは、ソ連軍改革に取り組もうとしたが、その矢先、 ソビート連邦の崩壊に遭遇する。ソ連崩壊後、1992年2月から1993年6月まで、CIS 統合軍総司令官に就任し、核兵器などの戦略兵器の管理にあたる。合同軍解散後は、1993年6月、ロシア連邦安全保障会議初期、1993年9月中ニュージーランド大使、 1994年1月国営兵器輸出会社、ロスボールジェニエ大統領代表。1997年3月、ロシア大統領顧問、補佐官。1995年10月アイロフロート社長などを歴任した。2020年12月8日、新型コロナウイルス感染症により、モスクワで死去し、連邦戦争記念墓地に埋葬された。 78歳没。死と演劇を好む。ラテン文字転写の例。ユーバーグヨニー・イーバノビッチ・シェイポーズネコブ・ハット。リア・ RU ・ HTTPS。リア・ RU2020 万1208。シェイポーズネコブマイナス -15 億8827万8216。HTML2020 年12月9日閲覧。コマソント・ RU h t t p s w w w k o m m e r s a n t r u スラッシュドックスラッシュ46047132020年12月10日閲覧。ありがとうございます。